はいいですよね。好きにはさせません。幸福だよ。どちらに？どう料理するか。花は美しく。了解だ。了解。こちらユナカ。守らないと。
ものですな。お先に助力する。はい。幸福だったかい？覚悟はいいですよね。おやすみなさい。行きます。恨むといい。忘れません。Thank you.
もん。うん、よし。ブロディアに恥じぬ戦を。手を出すぞ。勝利完了だ。
先に。行きます。やっ。はっ。行きます。盛り上がったな。お先に。やっ。ふっ。矜持を胸に。神竜氏、私めのような嘘つきに何かご用ですか？私もユナカに本音で話そうと思います。わかりました。どのようなお叱りも受け止めさせていただきます。あなたの活躍、いつも感謝していますよ。仲間になってくれてありがとうございます。え、
これが私の本音です。あなたは仲間のために一生懸命戦っています。叱るわけありません。嘘をつかせてしまったのは私があなたのことを何も知らないのが原因だと思います。これからはもっと話をしたいです。ユナカのことを教えていただけませんか。私めのこと、もちろん話したくなければ詮索はしませんが、神竜士たちと出会う前、私めは新天地を求め当てもなく旅をしていました。昔の自分は死んだ、そう思いたかったのです。前の自分が嫌だったのですか。いえ、前の自分を嫌う人間が多かったから、その理由の方が強いかもしれません。でも今の自分のことは好きですぞ。神竜士と出会ってからとても楽しいですからな。そうですか、それは良かったです。ユナカのこと少しだけ知ることができました。また話を聞かせてくださいね。はい。クラン？あのクラン？あ、神竜様、すみません。どうしたのですか？何度も声をかけていたのですが。申し訳ありません。少しぼーっとしてしまって。もしかしてクラン疲れているのではないですか。いえそんなことは、そんなことは。あなた私のために無理をしていますね。いえ全然大丈夫です。神竜様のためならこのぐらいへっちゃらです。全てやり遂げてみせますから、何でも命令してください。なるほど、そういうことならクランに命令です。私のためにゆっくりと休んでください。え、神竜様、そんな命令ずるいです。クランは大切な進化、倒れてしまっては困ります。疲れている時はしっかり休んで有事に備えてください。神竜様、ほら命令ですよ。わかりました。ではお言葉に甘えて今日はお休みさせていただきます。ホガート、自警団の活動お疲れ様です。このぐらい朝飯前だよ。今日は人々の揉め事もなかったし、異形兵だってほとんど現れなかった。こんな日が毎日続いてくれればいいんだけどね。そうやって明るい笑顔で人々を守る姿がホガートが慕われる秘密なんですね。仲間としてあなたのことを頼もしく思います。そんな大げさな、さすがに照れちゃうよ。お、でもさ、そんなに褒めてくれるなら二人で食事でもどう？食事？神竜様と私的な会話もしてみたいんだよね。そう、好きな人のタイプとか。それはちょっと。人に言えない恥ずかしい願望でもいいよ。もっとダメです。ホガートの明るい性格は素晴らしいですが、その軽いところは問題ありだと思います。何事も気軽に行くのが一番だよ。軽くない俺なんて俺じゃないだろ。まあそうですね、軽くないホガートは想像がつきません。そこがあなたのいいところなのかもしれませんね。いいところに来てくださいました。神竜様に頼みがあるんです。頼み？今度俺が主催する食事会があるのですが、来賓として参加していただきたいのです。教会に集まる人々にとって神竜様は神様、来賓として参加していただけたら皆の励みになると思うのです。食事会ですか。具体的にはどんな会なのでしょう。かしこまった形ではなく、歌ったり踊ったりして楽しく過ごします。神竜様もご自由に楽しんでいただき、
参加者の話に耳を傾けてくださればと。楽しそうですね。でも私が話を聞くだけで皆さんの励みになるのでしょうか。何をおっしゃいますやら、励みになりまくりますとも。現に俺なんて初めてお姿を生で拝見した際はもう感激のあまりお光が見えたほどです。はあ、光が取り乱しました、失礼。急なお誘いですのですぐには返事をいただけなくても大丈夫です。ただ主催するからには必ず記憶に残る食事会にしてみせますので。わかりました、検討してみますね。光栄です、神竜様。神竜様の瞳の色、トマトのようで素晴らしいですね。ああ、こちらはまだ熟す前の若いブルーベリーのようだ。それは私のことを褒めてくれているのでしょうか。もちろんです。トマトもブルーベリーも大自然が生み出した美の一つ。私は世界各国の料理に触れて育った料理人。いろいろなものを食材に例えてしまうのです。ああ、なんてうまそうな色だ。料理や食材を知り尽くしたボネが言うなら、きっととても誇らしいことなのですね。褒めてくださってありがとうございますとんでもありません。美しいトマトとブルーベリーの瞳を見せていただき、ごちそうさまでした。ボネはすごいですね。世界各国の料理を知ってるなんて。この世界にはまだ私の知らない味がたくさんあります。いつか全ての味を知り、そこから新しい料理を生み出したいものです。ボネの生み出す新しい料理、私も楽しみです。うまい料理を作るためだったら何でもします。それが料理人というものですから。ディアマンド王子、余と手合わせ願おう。ほう、手合わせか。それは面白そうだな。カゲツと戦う機会などなかなかあるものではない。おお、話が早くて助かるの。私も体を鍛えるのは大好きだからな。走り込みで山を3つほど越えてきたところだ。手合わせで締めくくれるとは嬉しいぞ。山を3つも。カゲツ、お手並み拝見と行こうではないか。手合わせは中止じゃ。なんだと？私と戦いたかったのではないのか。余はディアマンド王子と戦うのを楽しみにしていた。でも完璧な状態でなければ意味がないのじゃ。疲弊している相手を倒したところで余は満足できぬ。勝てば官軍という言葉もある。気にせず勝負しようではないか。それはならぬ。世の故郷では何より名誉を重んじる。結果だけではなく、どう勝ったかが重要じゃ。勝つも負けるも潔く正々堂々と、桜のように美しく咲き、そして散るのが世の故郷の考え方じゃ。なるほど、見上げた考え方だ。そういうことであれば今日の手合わせは中止だ。理解してくれてありがたい。こちらから誘っておいてすまないの。次は万全な状態で会うと約束しよう。その時は全力で勝負だ。うん、最高の手合わせをしようではないか。アイビー王女、君とは夜中によく会うね。アルフレッド王子、あなたはもう眠っている時間では。今日はいつもより早く目覚めてしまったんだまだ早朝とも呼べない時間なのに。アイビー王女はここで何を。私はその眠れなくて。こんな明るいところにいたら余計眠れなくなってしまわないかい。いいの、今はここにいたいの。今晩は風が強い。
風の音が獣の吠える声に聞こえたり、人の話し声に聞こえたりするんだよね。いきなり何なの？アイビー王女、一人で寝ていて怖くなったんだろう。失礼なことを。わかるさ、僕も子供の頃風の音で怖くなって朝までシーツをかぶっていた経験があるからね。私は子供ではないわ。そんな時は楽しかったことを思い出すんだ。そうすればいつの間にか眠れるからね。それを母上に教わってからは怯えたまま朝を迎えることはなくなったよ。そろそろ戻るわ。夜更かしは健康に悪いし。あ、今度はよく眠れるといいね。ありがとう。アルフレッド王子、少しだけおなめしてもよろしいですか？いきなりどうしたんだい、ボネ。ああ、申し訳ございません。言葉が足りませんでしたね。いつも身につけていらっしゃる花飾り、その花の味が少し気になってしまいまして。花の味見をしてみたいと。失言です、どうかお忘れください。ボネは面白いな。構わないよ、装飾の衣装となった花を後日国から取り寄せよう。それなら味見をしてくれて構わない。恐れ入ります。しかしそれはそうと、ボーネ、君の筋肉は素晴らしいね。素晴らしい？それは美味しそうということですか？あ、違うよ、言葉そのままの意味だ。僕はどうやら筋肉がつきにくい体質のようでね、君のような肉体が羨ましいんだ。体質？それなら食事で改善できるかもしれません。もしご興味がおありでしたら、私が料理を作ってみますが。本当かい？それはぜひお願いしたい。わかりました。花のお礼にできる限りのことをいたしましょう。材料を用意しなくてはならないので、少しお時間をいただきます。ああ、世話をかけてすまないが、よろしく頼む。アンバー、少しいいかい？アルフレッド王子、俺に何か用ですか？噂で聞いたんだが、君は詳しいらしいね、世界各地の伝承や伝説などに。そうですね、信じるか信じないかは聞く人次第ですが。ならぜひ教えてほしいんだ。飲んだものを超ムキムキにするという伝説の筋肉増強剤の話を。ムキムキですか？違う、超ムキムキだ。その伝説はちょっと仕入れてないですね。そうか、君ならばもしやと思ったのだけれど。アルフレッド王子にそこまで言っていただけるなんて。このまま無下にするのもなんだか悪いですね。わかりました、俺その筋肉増強剤の伝説を調べてみます。本当かい、アンバー、ありがとう。気にしないでください、伝説や伝承を追うのは俺の趣味ですから。そうと決まったら早速情報収集だ。あ、そこの筋肉おじさん、ちょっと話を聞かせてくれ。なんて頼もしいんだ、アンバーなら必ずや伝説にたどり着けるだろうね。